神戸長田トンネルとは、兵庫県神戸市にある、阪神高速31号、神戸山手線のトンネルの一つである。阪神高速道路が所有、管理する、阪神高速31号、神戸山手線の一部を成しており、2003年に、開通。上り線が 3.24km、下り線が 3.9km ある。すぐ横に新港川が流れる。 新港川の川底付近を通るため推定トンネルとみなされ危険物積載車両の通行が禁止となっている。トンネルの途中に神戸長田で入り口がある。トンネル広報は新オーストリアトンネル広報が採用されたが神戸長田で入り口付近の南側付近は停止地帯であるためアンブレラ広報などを駆使しての難工事であった。また、換気方式は 応流換気方式を採用していた。2012年12月2日に発生した中央道上り線笹子トンネル崩落事故を受け、阪神高速道路は笹子トンネルと同型のトンネルで緊急点検を実施した。神戸長田トンネルもこれに該当し実施された。その結果、吊り上げ天井の吊り上げ金具全6600箇所のうち7箇所でボルト4本が抜け落ち、4本に 緩みが見つかったと発表。同日に緊急補修工事を実施した。金具の構造は6本のボルトで1つの釣り、金具を支える構造で、同社が抜け落ちや緩みの原因を調べている。すでに4箇所の補修を終え、残り3箇所も早急に補修する方針である。なお、阪神高速では通行に支障のある状態ではないという発表をしている。 その後、天井板を撤去して、立手流換気方式に変更することになり、2016年1月25日から2月8日まで、白川南出入口、港川ジャンクション間を終日通行止めにして、天井板の撤去とジェットファンの設置などが行われた。ありがとうございます。